その出演者が多くて、彼らと、畑野君が連絡取ったんですけど、まずみんなどんな風に考えてるか聞いてて、って連絡取って、でやっぱりちょっとまちまちなんですね。千葉に実家がある人とか、それから、まあ、学生が中心のですから、そうするとお客さんも学生が多いだろうと。学生のその彼ら出演する、お友達たちもいろいろな状況の人がいるらしいと。まあ単純にプログラムとして完全な状態ではやりにくいなと。だから7月末に普通に延期しようと。だその頃にはまあだいぶ状況も変わってるだろうから、お客さんもいっぱい来れるようなイベントになるかなと思って。8組なんですよ、来週元の予定が。そうするとそれぞれに連絡し合ったりとか、また大変だろうし、それからその出演者もみんな、まあ、2000の人もいたりね、若いから、ちょっとそれは安定策というか、それで延期にしました。その代わりに、間島達夫さんを呼んで、未公開映像映像を見ながら全く未公開ではないけど、まあ、かなり限定されたみたいなっていうのも一個あって、そのまあ上映会と、お話ができればと。来週ももしお暇ならばまた一緒に話せればと。なんかあの今あのいろいろ聞いてて、なんかやっぱりなんかそのある程度僕も問題だったのかなっていうのは、別にそれで締める気もはないんだけど、なんか僕は多分半分被災者だったというか、家族やみたいなのがやっぱ結構大きかったんだなっていうのはなんかこう結構思ってて、なんかそれ多分それがすごく大きかったのかなっていうのは、うん、それももしかしたら人にそれがどうですかって聞くのは間違ったのかもしれないんだけど、そうですね、なんかこう、まあ、なんだろう。多分、佐々木さん、アーティストの佐々木さんがおっしゃったように、多分、もっと今よりも、多分、ちゃんといい、その、アーティストはいい作品を作ることっていうのは、多分、その課題に多分なってくるのかなっていうのは、僕も、それはなんか、別に地震が起こる前も、作品も多分常に同じだけど、より、その、現実にそういう人がいるっていうことが証明されたときに、来たっていう人がいたときに、それが多分証明されるというか、試されることになるというか、のかなっていうのは僕もすごい思いました。なんかあんま締めたくないんだけど、なんか、ね、じゃあそれはやっぱ家が、実家とかそれは、まあやっぱでかかったのかもしれないですね。それはそうですよ。うん、それはそうだですよ。けどって、まあそれとはだから別個な問題として、ただなんか、ね、やっぱ告知打ってあって、やっぱそれでも来てくれる人がいるっていうのは、うん、やっぱりそれはやって、うん、やんなきゃいけないなっていうのはすごい思いました。さっきくだらないって言ったけど、まあ現代美術とかアート、コンテンポラリーアートの作品で、うん、まあ、ウィットとかジョークとかってことも込み込みでね、ちょっとこう逆に普通の時に見るとふざけてるみたいな感じってあるけど、僕はねこうやって改めて見ると それらはやっぱりとってもシリアスだったっていうふうに。いやだからその今見てるからふざけてるとかそれはいい意味で、まあもちろんもちろん、そういうなんか状況別としてその構造っていうか作品の仕組み自体がちゃんと誰でもそこに到達するような仕組みが作品にあるので、 それはやっぱり状況があっても揺るがないところで、要するになんかまあ普通に生活してて言葉を話す人間であれば分かるようなところで貞子の作品が成り立っているので、それはやっぱりあのもうなんていうのかな、ちょっと変な情緒とかに流されないとか、まあ、もっといろんな問題とかあるけども、やっぱり理解できるっていうかっていうところをやってるのが多分、うん、あのこの何だっけ「ササシュン」の作品ではあるので、まあそれは別になんか何て言うのかな、やっぱりその情緒とは別で作品としてあるものなので、もちろんだから個人的な家がやばいとかっていうものはもちろんありますよ。それとは別に成り立ってるっていうか、佐々君がたとえ何か向こうにいて
なんか問題がもうあれあったとしても、やっぱ作品自体は変わらない。変わらないっていうか、まあなんか、うん、いやだからそもそもシリアスだったんだと思ったんですよ、内容もね。それで、だから彼とは10人気の夜の方が喋ったんだよね。でやっぱり今日の話と一緒である程度悩んでる。でブランクラス側としては、どちらでもいいよっていう、やらないってこともありだと思う。で、やるっていうんでもいいと思う。で、まあ悩んでたっていうけど、電話した印象は、もちろん躊躇するっていうのも一つ強いことだったかもしれないけど、やっぱやりたいっていうのも強い意志としてあって、うん、今喋っても聞いててもそうだったけど、やるっていう選択肢を何とかこう模索するっていう、まあ、悩み方だったんだろうなと理解しました。でそれは、そうであればできるだけ応援したいというかと、まあ、思う。それは今後のどのプログラムでもそうだと。質問なんですけど、その半分被害者という話あったけど、結構バランスはそれぞれ違うじゃないですか。例えば東京にいて、まあ、揺れが割とたまたま激しいところにいて物が倒れて、それでもなんかこう傷ついたとかもいるし、まあ、実際壊れたとかいうのもいるし、全く影響はなかったけど停電でなんとなくすごい変だみたいなので、うん、なんかで笹さんは、実家が震災地の近くだということで、うん、結構やばいんだで、なんか実際今みんな親族は僕生きてるんですよ。生きてるんだけど、とりあえず連絡がつかないって、なんかそのパニックも半分で、誰々がいないとか連絡つかないみたいな。それは多分東京もある意味一緒だったしとは思ってはいるんですけど、なんか、はい、その状況で、うん、なんか俺も一応作品を作っているんですけど、はい、なんかそのなんか例えば僕が近くに展示があったりとかして、じゃあ今なんか発表するみたいになった時に、なんかやっぱまあ微妙な関係性を持っちゃってるんですよね、震災っていうことと。そうですよね、もうしたくないんだけど。でもだからそれほど傷ついてもないんです、うん、なんかちょっとやっぱ変だなみたいな感じで、うん、でもここでなんかその変だなってことを気にしながら作る感じでもないなみたいな、うん、でもそれは俺と笹さんの状況が違うからちょっと聞いてみたいんだけど、うん、それはやっぱりなんかこうやっぱなんかまあこうそこに対して結構まあなんかなんか家が壊れたから作れるってわけじゃないけど、なんかこうなんつうんだろう、結構関係を結べたんですよね、震災とこうなんか自分がなんかすることみたいなことを。ああ、その作品で追っていこうとしてるってことと、追っていこうとするは、まあなんか今回やるって決めた決断みたいなものの強さが、なんか結構その震災みたいなものと、うんうん、なんか割となんかいい関係結べたのかな、なんかいい関係っつうか分かんないけど、なんか俺はここでやりますよみたいな、うん、強いメッセージを、うん、自分の中で持ってたとか、あなんか分かんないけど、なんか強いこう判断っていうよりもやっぱりなんとなくやりたいって、まあなんか情けないけどやりたいと思っている部分もあったんだけど、なんか